この日、産後のお母さんを対象に行われていたのは骨盤ケアの体操です。骨粗鬆症など骨のトラブルは高齢者に特有の問題と思われがちですが、産後も大切なんです。女性ホルモンの一つエストロゲンの分泌量は産後一気に低下し、産後うつや抜け毛などの原因になりますが、このエストロゲンには骨を丈夫に維持する働きもあるんです。赤ちゃんに栄養を上げる関係で、やはり母乳とかからもカルシウムが流出しやすくなる時期なので、やはり骨量とかも、まあ、そのちょっと下がるというか、まあ、平均して 5% ぐらいは下がるという報告も出ているところがあるので、やはり産後にちょっと着目して骨密度をやっぱ上げる、意識的に上げる運動をしたり栄養を取るというのはすごく重要なことなのかなというふうに思っています。そこで黒坂先生は広島大学の知見として骨を強化する体操を開発しました。普段は前後に動かす指を横に動かすだけでも関節の動きを滑らかにし、骨格を整えることにつながるそうです。産後から骨格や関節を意識した運動で機能を高めておくと、閉経後骨粗鬆症になるリスクを下げるということです。この日は生協広島が子育て世代を対象に出張講座を企画しました。産後から1年経ってないぐらいです、はい、体の不調が、はい、割とやっぱり増えたなと思うので、やっぱ土台が大事なんだなと思いました、はい、すごく気持ちも良かったです。少しずつでも毎日でも継続していきたいなと思いました。産後の骨格ケアで元気な体づくり、地道な心がけが未来を変えていきそうです。体ってまあ動くためにできてるってことを考えると、まあ、その可能なら毎日ちょっとずつ取り入れていただけるとすごくいいかなと思います。